賢いからね。来るかな。カノクが開けてくれるから。じゃあ。ねちえ。うわ来た。大きくなったな。ねえ。耳が大きくなって。耳立った、耳立った。かわいい。あ、本当大きくなった。何これってめっちゃ人懐っこいやっぱり。ねえ。柴犬って爪って黒い？あの爪が。どうなんだろう。黒いからな。まああのほぼ柴だと思うけどね。まあわからんか。わからん。昨日よかったな。マロ、マロ。と食べてくれ。マロ。こんなもんだな。でも可愛いな。でも可愛いね。本当一瞬で仲良くなってよかった。ね。うん。よかったねあれ。本当大きくなった。三ヶ月ぐらい今。何ヶ月くらい経った？ついな大阪。ビルも無理。いやもうビルもそうだし。以前住んでた10年前の大阪と昨今の大阪のその温度の上昇具合は肌感で感じるね。だから暑いっていうかもう住めねえんじゃないのっていうか。クーラーにすごくないですか。なんかいやそれもある。ボワッとしてるし。それはちょっとだからリッチーマロなんかももっときついと思うよ。ほら下じゃない。だからもうあの公園とかねそういうとこ行って車の中もほらうちがクーラーがないから、うん、もうすごかった2人も頑張って、うん、頑張ってくれたね。24時間テレビみたいなもんすごかった。もう何十億したの。本当に大きくなった。リッチー足っこくるくるだ、うん、くるっと回ったね。うん、かわいい。男の子みたいな。なんかね、黒人みたいなのがついてるのかなと思ったけど、ね、だから男の子だと思ったよね。最初はみんな、ね、オスだって言ってた。そう動画でみんなね、いやこの子はメスですみたいな、ね、でもなんかおちんちんみたいなのがあるやんと思って。そう変わったな。なんかここ牛みたいだね。かわいい模様がね、かわいいね。触り心地がいいな。マロ。それは楽しいな。マジ？おお。しようよ。やった。そこの。そう家で焼き鳥をしようかって話をしていた。じゃあここでやろうよ。ノラ。焼き鳥持ってくるよ。あとでな。しようよ。うちも昨日からダイレックス。ダイナレックス。ダイナレックス。そんな名前のあのスーパーが来た。はい、めっちゃ安いよ。そうか、美味しい。めっちゃ美味しそう。うん。どう？美味しい。クラシック。これクラシック？三ツ矢サイダー。ああ、朝日が出した。クラシック。うまいな。あの黒い食べるの。うん、いや本当に涼しいよ大山。大山涼しいですか？涼しいよ。そのもうこの先5年ぐらいは素潜りのサザエ、アワビが相当いるだろうっていうのがもう分かったから、うん、だからそれだから借金できた、うん、あ素潜りの漁師がそうそう、じゃあの素潜りのねサザエとアワビが、うん、すごいいたから当時、うん、これが1年2年耐えることはないなっていうぐらいあの見てたから、そういうサザエがこううわーっと湧くところとか海藻が生い茂ってる姿様とか、うん、だからもうこれは借金しても大丈夫だなと思った、うん、今やったらしない。読みがすごいな。今それなんか減っ今できないよ。その海洋生物とかが結構減ってるっていうのは。いや本当にきついよ。やばいっすか。極端になっちゃってる。とにかく今の環境と似てて、うん、あの浅瀬はすごい海藻がついちゃってる、うん、まあ、しかも昔みたいに3種類も4種類もついてたらいいんだけど1種類だけアラメがもうびっちりバー、うん、アラメがすごい。それは養殖が成功して、うん、あの良かったんだけど、だけどその他のそのミルっていうこんなような海藻やな、ちょっとなんかこう、うんうん、なんかこうふっくらしたような海藻で、それもサザエが大好物で、うん、ミルとかあとホンダワラって言われているアワビも好むあの海藻なんだけど、それがつくと魚たちが卵を産むのよそれに、うん、それとかがもうとにかく減った。希少価値のあるやつが、
減った、めちゃくちゃ減った。大変だよね、なんかそういう話が。いやいや本当に劇的に変わってきてるって言っても過言じゃないぐらい変わってきてる、うん、今やったらもうしない、うん、とってもじゃないけど、うんうん、これからなんか業種の働き方とかも変わってくる感じですか。ちょっとわかんないですけど僕は、うん、どうだろうかな。だから養殖してません。そうだね、わかんないけど養殖は上ると思うね、売り上げが上がると思うね、うんうん、そのただ鳥取県って日本海側に面してるっていうことで、うん、冬は荒波がすごくて、うん、養殖ができる場所って限られてるのよ。あ、そうなの。特に大山町はもうほぼほぼちょっと難しい、うん、冬の5メーター6メーターのしけが来た時に養殖してたその養殖場が、うん、あのしけで全部、まあ、言ってみたら被害が相当出てしまう恐れがあるから、うん、でそれをもう何億もかけてやろうなんていうのはよっぽどの資産家とか、うん、よっぽどこうく、まあ、頭がこうスマートにこう生きる人とかじゃないとできないと思う。しけって何ですか。海が荒れること。あ、うん、時の化けるでしけ。中村さん大山に来たのいつでしたっけ。平成13年だから2000年かな、確か2000年、22年前。私5歳だ、まだ。そうだよ中村さん移住者なんでそう移住第一人者みたいな。移住第一人者、大船長の移住第一人者的だよね、だからそうなんだ。だからさ、私の前の先輩がいる、私の前の先輩が一番最初の方たちがもう本当に先移住第一、うんの人だったけど、私は、うん、まあ私もその多分部類に入るんだけど、うん、その翌年にたまたま転職雑誌で田舎暮らししませんかっていう、ほんと偶然、探しはしてたけどこんなところに見つかると思わなかったっていう感じで、うん、大船長になんか、大船長を選んだ理由みたいな。素潜りがしたかった。あ、素潜り、うん、それだけすごいなと思って、素潜りでしませんかって何年も探してたのにそんなまともなやつが来るんだと思ってあ、そうなの。4年ぐらい探した。え、大船長に来る前はどっか何か行ったりしたんですか。飲食業界に大体こう属してて、はい、東京の新宿中村やって勤めて4年間勤めたりとか、うん、あと赤坂のある赤坂にある東京アメリカンクラブとか、うん、あとはケータリングとかしてた。東京、ほとんど東京、うんうん、なんかな、なんか道が見えるんだな、なんかうん、これぐらいの多分人生をするだろうなっていう、なんか50、60ぐらいにはこれぐらいのことしてるだろうなっていうのが見えたな。なんかつまんなくなっちゃった。わかりますわ。僕もなんか会社に属してると、結局なんか今の5、60が僕の未来じゃないですか。そうなんよ。それを見るとそこじゃないなって僕も。そうね。でちょっとそれは悩んだ、すごい気に入られてたし、うん、まあなんか先輩もいい方たち多かったし、うん、別に辞める要素は一個もなかったから、うん、だけどすごい悩んだけど、うん、でもな、一回しかないしなと思って、うん、21でもうビビったね。だってその頃しかもなんかまだあれでしょ、転職とかそういうの普通じゃないでしょ、その時代って。勤めたらもうずっとそこで。そうなんよ。辞めたら結構そうなんよ、根性なしみたいな感じ。そう負け的な感じかな。だから本当そういう時代だった、うん、転職が当たり前とか、35なんでて転職ってことができるようなことがこんな来ると思わなかったから、うん、もう仕事がないって言われてたから、うん、当時は、ね、うん、何やったと思う。全部捨ててやった。すごいビビったよ。何やったと思う。多分でもちょっと聞いちゃってるから。あ、そうだこっち覚えてる。トイレ掃除。あ、トイレ掃除と布団引きやったわけ。その仕事がいけないわけじゃないよ、うん、いけないわけじゃないけど真逆じゃない、うん、言ってみたら、お客さんにいらっしゃいませって言われて、東京で一等地でさ、もう1日100万稼ぐような場所でさやらせてもらってたのにさ、片やもう裏方で人に出会うか出会わないか分からないさ業界に属してさ、うん、それは選んだんですか。なんかご縁があってそこに。いや、もう選んだ。選んで、調子に乗ってる中村隆之と。へえ、まあすごい乗ってたし、自分が調子に乗ってると。それでもうタバコはやめようと思って、はい、やめられないで1年7ヶ月住んだけど、トイレ掃除とね、1年7ヶ月かかった。後悔したっすか。
食い効果しただから、もうだってボロボロだもん。もう卵を食べお昼ご飯に卵焼きでお前それ出してくれるから嬉しいけど、卵が膨らんでないんだもん。で22で伊豆を出て、22、23ぐらいの時から4年間、まあ、27のね、この、ここに来るまで4年間はもう大変地獄。また地獄めっちゃきつかった。まずそれもあの全国歩いたよ。あの北海道から、あとにあの特にあの日本海側の新潟とか富山とか福井とか、ああいうところも行ったけど、まあそれはそれですごいその楽しかったし、いいんだけど、お金がないとにかく、1日自分のご飯食べるのが精一杯で、国民健康保険も払えないし、だから国民健康保険があの家にあの請求来るんよ。来るよね、このなんか返せと、早く払えと、でそういう催促来るわけよ。それを父親から連絡来るの、もう辛くて、もうお前ふざけんなと、普通に生きろみたいな、そうすごい言われたから、もうで人となんか出会うのも嫌になっちゃって、やめてそこも、でもうあの働くことも嫌になっちゃって、それで鬱になった一回、そうだった。でもうどうやって生きていこうかなと思って、もう怖くて怖くて生きるのが、それであのまあ友達がその海外、国際海外の協力とか、そういうことに関心がある親友がいて、JICA の、 あの国際青年海外協力隊のお話を、まあ、当時お宮に住んでたんだけど、埼玉の隣の与野で、こう無料で話が聞けるみたいなのをたまたま新聞のチラシに入ってて、それはなんかなんか来てピタッとなんか自分の中でそれだけは行きたいなと思って、何十人もこうやってこの血栓打つから、自分でこう入れちゃう、手に入れちゃうんだって、たまに自分の自分が打つんだけど、自分の左手に入れちゃうんだって、たまに間違って、たくさんやっちゃうから、疲れてるのもあるんじゃない、だけどそういう看護婦さんとかはまあいいわいいわみたいな、もうその覚悟してるというか、もう自分にはできないという思いとあって、でその人の話を聞いた後に話を聞いて、その方が言ってくれたのは、まあ、暗かったのも良かったんだけど、そのとにかく一歩一歩やるっていると、みんな、一歩一歩って、まあ、ジェスチャーしてくれて、こうやって足で一歩一歩やるしかないんだと、それがすごいしっくりきて、だからちょっと確かになんかこうすぐ自分でこう興奮しちゃってなんかできないからダメだなとかと思ってるところ結構あったなと思ったりとかしてて、それから嘘みたいに行動がまたさらにちょっとずつちょっとずつ、まあもちろん急にはできないけれど、まあそのカードでお金があの勝手に使っちゃうのやめようと思って全部カードを打ち切って立って、でお金がないならお金がないなりにもう一回もうあの冷静に人と話さないような仕事がいいなと思ったから、鬱だったからね、あのそういう黒猫とかああいうところとか宅急便とかって多くの人間の位置だから、そんな人に目立たないだろうなと思って、そういうなんか配送のお手伝いみたいなところを始めたりとかして、それでちょっとずつなんか自信ついてきたね、やっぱりね、ちょっとずつちょっとずつ、そう、うん、いやなんかものすごい速くなってきた、写真もすごい速くなってきた、足速くなってきた、ジョギングでめっちゃしてたから夜、から見えないから、なんか良かったんだろう、見沼用水っていう用水路の川沿いをずっと走るのがどん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 、遠くなって行田まで走れるのって大宮から行田って結構距離なんだよ、何キロがあるか知らないけども何十キロもあるんじゃない多分、あそこまで走れるようになって、もう回復して体もまあ強くなってたっていうのもあって、障害者の方とのお仕事もまあ、自分がやりたいと思ってるっていうよりかはその自分の精神的な思いを強くしたいなっていう思いを最初から伝えて、それぐらいの期間でもしやらせてもらえたらって伝えたから、まあぼちぼちだなと思ってた時にその伊豆の27の時お仕事にびっくりしたもんね、働いてるまさかね、あんなそんだけ探したのにないなと思ってたのに、まさか転職雑誌にあると思わなかったから、ね、その当時どんな感じでした、移住わかんない、そのブーム田舎暮らしブーム、あ、ブームはブームだった、へ、その前の年ぐらいから偶然何も知らなかった、そういうブームだっていうのも知らなかった、なんでブームがあったの、あれ、3年間、農業だったら
のお試し的に働けるそういう制度があった。15万ぐらいもらえて。それでは若い人が来るってこと。そなんか40代の方も来てたな。当時27だったけど、40代の方来てたけど。でその田舎暮らしブームに乗って私もまあ田舎暮らし体験で月10万円、10ヶ月間もらえた。1年って言われたけど実質10ヶ月間で100万もらって、でその間に素潜りの体験と素潜りを通した生活を自分で、収録でヨガ通ってるの。ヨガと素潜りって密接だから。あ、そうなんだ。で20メートルぐらいまでいきなり潜るようになってね、それからもうこの仕事だなって思ったから。10メートルってすごいですね。気持ちいいよ。いやすごい、想像がつかない。10メートル潜れるんですか。潜れる潜れる。深さでしょ。ぐーって入ってくる。20メートル潜ったら耳とかなんかあれ耳抜きとかなんか。ここのだから4倍だからね。どうするんですか。耳抜きとか。5メートルぐらいからもしないといけん。へー。で私はこうありがたいことに耳とか鼻とか強いね。強い。めっちゃ強いね私。そうなんだ。強そう。鬼とかが言うよもん。中村さん鼻チャーミングポイントですよ、ね。わかる？ってめっちゃ強いよね私。ありがたいことに。普通の人はこうやってやんないとみんな耳抜きできないのよ。私。それはそうだ。のなし。すごい。なもう勝手にこう勝手に。はい中村さんそろそろ耳抜きですよっつって、はいお願いします。抜ける。どういう。すごいありがたい体にを持ってるわけ。だからたまたまその素潜りが好きだったって思ってたんだけど、私好きって何かなってその頃から考えてたけど、その素潜りで自分が好きなものに出会えてはっきり分かったけど、ちょっと有利なんだよ。なんかみんなそれはどっか感じ取ってるんだと思う。普段の生活の中で他の人よりもちょっとなんか動くものに対してよく見れるとかいう人は野球選手に行くし、ありがとう。ありがとうございます。あんまり20メートルとかで耳がボーンとかないな。何自分の体に合っていたってことか。そうそうそう。好きでもあったし。すごい好きだったし、合ってる。いいっす。今はもう余裕だよね、はっきり言って。田舎暮らしもね。じゃあ、なんかまあいろいろまあ転々してきたっすけど、その大山町に、こだまった理由としては素潜り。素潜りだね。仕事？仕事かよ。仕事だなやっぱり。仕事か。仕事だな。素潜りがなかったらやめてたかもしれない、結構なんかやっぱ今地方移住とか結構する人増えてるんですけど、やっぱ仕事がちょっとやっぱりなんかなくて、それでなんかやっぱ躊躇してる人たちが多いのかなと思ってます。そうだね。だからまずはやっぱり自分が好きなものが何なのかっていう自分の特性を知ることだよね。まあ、確かにそうですね。多分気づいてたと思う。素潜りやめてやってなくて潜水士になってたとしても、ああこれ耳が強い方だなとかって気づいてたと思うから、その気づいたことで自分のその次の行動が見えるというか、だからそういうのをこうなんか自分のことをよく知ることが大事だから、常にやっぱりこう挑戦っていうわけじゃないけど自分の能力を伸ばすやっぱり前向きな気持ちを持った行動していかないといけないんじゃないかなと。いろいろ中村さんはやってきたからそれに気づいてるっていうのがあります。そうそうそう。どうやってそれに気づくかは結局みんな難しいわけじゃないですか。自分の特徴とか好きなことっていうのが。やっぱそれは行動あるのみじゃないですか。そうだな。だけどでも苦しくやっぱりこうこういうことじゃないの、こう跳ねる、ここまで振り子の法則じゃないけど、やっぱ振り幅がでかい人は挑戦心とかたくさんのことはできるけれども、振り幅が別にこの小さい人なりにこの振り幅たまにやっぱり痛い思いをするというか、そうすればその痛い思いをすれば次は楽だっていうかさ、なんかそんな気がするな。だからあえて自分がその嫌だなって思うことをしてみるとか、で楽になってくると思うけどな、きっとそのことが抜けないからきついんじゃないの。嫌だなって思ってることがずっと抜けないから。僕も結構転職多くて、まあ、東京にいる頃結構転職してきていろいろ経験して、なんか自分に合ってるもの何かなって考えた時に、まあ結構趣味でトレイルランニングとかするんですけど、体動かすのは結構好きなんですよ、結局体動かす仕事が合ってるっていう答えにたどり着いたの、で結局それで農業やろうかなと思って、
で今すげえ合ってると思ってるし、うん、あんまなんだろう、人に干渉がないし、うん、ストレスないじゃないですか、うん、分かる分かる、対人とかじゃないから、うん、別に嫌われたら嫌われたでその自分のやるべきことを奪われるわけじゃないからね、そうそうそう、すごいいいよねこの仕事は。しかもなんかこうずっと死ぬまでできる、そう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 言っちゃうと私もそれだから定年退職とか決められたことにね、いちいちあの我々はあの敏感に反応しなくて済むよね、やめたかったらやめればいいし、そうそうそう、やりたかったらやればいいし、だからどうなんだろう、だから私もそういうのはすごい気になってて、若い人がやりたい仕事が見つからないとか仕事がないとか努力しないとその仕事に近づけるように、うんうん、で自分の特性が向いてるか向いてないかも常に自問自答してやんないと、うん、向いてなかったことがいけないわけじゃないけど自問自答して自分が向いてないってことに気づかないで40、50になった時に苦しいよっていう話だよね、うん、難しい、見るのが難しい、難しいんだよね、私もからめっちゃ辛いのよ、まあ、今のしかも今情報が手に入っちゃうからやっぱリスクエッジするんじゃないですか、うん、今の若者は失敗したくないからわかんないですけど、だけん挑戦する難しさっていうのはあるかもしれない、そうね、だから私もほらほらそういう自分が病んだからわかるけど、うん、もう他の人とやっぱり意識しちゃうんじゃないかな若い時って、うん、同世代の周りと比べる周りとか、うん、それは多分すごい辛いよね、うん、私もずっと気になってたから、うん、何がいいんだろうな、ただやっぱりまさにやってみるしかない、やってみるしかないな、僕も結構最初好きなことをやりましたけど、うん、会社で、うん、やっぱりなんか好きなことやってみるとあんまこれ好きじゃないなっていうのも分かる、分かる、うん、あるよねそういうことってねやってみないと分かんないっていう、うん、ある、ある、やってみたけどダメだな、今でもあるもん、うん、ちょっとドキドキするもん、その怖い自分と出会うもん、うん、あの向いてると思い込んでて急に向いてないなって気づいた時の怖さね、うん、あとはやっぱりね決断かな、うん、タイミングと、うん、あと私自分がどこでやる気出るんだろうと思った時に何やるかじゃなくて結構人だなって思います最近、あみんなそういう風に最近ね、うん、なんか私も誰のためだったら働けるかとか、まあ、うん、今のね、うん、そういう世代の人ってそういう価値観の方多いね、あ本当ですか、うん、我々世代の方がちょっとこう人口が多い時代に生まれてきてるから私、うん、第二次ベビーブームでさ出ただからもうなんて言うんだろう、こう人がいる状態がずっとこうだん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 上がってきてる、やってきてるからあんまりこう人だなとかっていう気持ちがないというか、うん、私はね、うん、やっぱ大山町に移住してきてさあんまネガティブな気持ちにならないのはやっぱなんか地域の人のあれがあるのかなと思ってるけど、全くないな俺らな、そう、まあ、なんかそういういいタイミングでしたのかわからないけど、いやあなたたちがねいい目してるんだよ、いやあなたたちいい目してるなって、私はね飲んだ時も飲んでない時も言うでしょ、よくあなたたちはいい目してるなっていつも思う、あのねタイミングもやっぱり大事やん、梨農家になりたいって言ってさ、うん、新幹線っていうさ鳥取県が、うん、何十年かけて作ったもう他の県では作れない梨、複雑じゃなくて、うん、手がかからないで育てられるようになったし、うん、これはもうどんどん上がるです、上がりますよ、うん、そうか、それタイミングですよ、それは別に知ってたわけじゃないんだけど、知らないですね僕は行動してたそのやっぱりタイミングがあって、うん、だからそれがあるから多分ピントがちゃんと合ってるから、うん、まあ、その先のことも見えますよ、そら、はい、ピンボケしてないもん、先のことも、でもさ、初めて大山町に来た時にさ、うん、もう移住決める前ね、うん、でもなんかこの町も活気あるなって思わんかった、なんかいいなって思って、うん、あそう雰囲気がなんかね、なんか違ったよ、これですげえね、賢いな、ここに来たちって思ったのは、うん、大山参道市場あるじゃないですか、うん、あのモンベルが運営している、わかるわかる、あそこのパン売ってるじゃないですか、うん、あるパンで、うん、大山小麦使ってたんですよ、うん、で、僕は分かる、これから小麦がすげえ国産のやつ価値上がるなって思ってて、でここの人たちもそれに目つけてるわって1年半前に来た時に思って、この人たちすごい、いやこの人たち先見の目があるわって思った、うん、大山町やべえなと思って、で日本海とか大山あって、いやここの地形やべえし、ここに行くしかねえだろうと思って、うん、私控えるのはフリップカードです、あの
茨城のところのまどかさんと観光会へーすごいな、ね、全然目の付けどころがやっぱ違う、いやそこはやっぱ違うよね外部と、うん、俺らのやっぱり、うん、いや素晴らしい、ね、違うかもしれない、苦労しないよね、多分ね。ちゃんと、いやいやちゃんと見えてるなと思って。どういう、いやいや、すごいそうやって誤解をしながら勝手に自分を思い込まらせてここまで来てるから、ある面、他の人には言えないような苦労、結構山ほどしてるけど、苦労しせずに来そうやね。来そうやね。いやいや、目の付けどころがいいなと思って。ラッキーだと思う、自分たちが。そうだね。タイミングは、確かに良いかもしれないね。いいし、周りの人たちもすごい良かったし。そんなお金に縛られんでよくなる。だってお金、私お金あるけどお金使わないもん。いや本当にだから逆どん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 の来るもん本当に。それすげえ思ってて、うん、こっちの高齢者めっちゃお金持ってる感じ。めっちゃ持ってるよ。持ってますよね。めっちゃ持ってるよ。僕それめっちゃ思ったって。このこと言うと周りの人にお前こんなこと言いやがってって言われるから私もちょっとドキドキしながら言ってるけど。日本の若者はお金持ってないんですよ。持ってない。で多分今お金持ってる人っていうのが多分日本の高齢者と。富裕層が多分めっちゃお金持ってる、多分集中してるんですよ。すごい集中してる。そこが多分消費しないから、うん、そうなんかそう分かる分かる。そうそうなんかいろいろねお金のなんか周りが良くないんだけど。高齢者に差し掛かろうとしてる。なんで使わないかっていうと、使わない方が健康なのよ。あ そ, う そ, のその理論にいっちゃうのよ。あまああとなんか結構ね。なんなのこれ。使うこともないじゃないですか。ない。まあ、貯金もなんか結構そういう文化もあるし。そう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 。だって飲み行ってさ。まあ、東京の時、うんまあ、平気で、まあ、安くても3000円じゃない、うん、行ったらもう1万円なんてすぐ行っちゃうじゃない、うん、楽しくて長居したら、うん、で長居して1万円しましたと、うん、すごい楽しいよ、うん、確かに、うん、ありとあらゆる女性の人や楽しいねやっぱり人と人と出会えるからさ、うん、めっちゃ楽しい時間が過ごせるけど、うん、翌日の仕事になるそのところに睡眠言ってれば歯磨くぐらいから我に戻るというかさ、いや分かりますよ。ねえ、あれ、なんなんあれ、飽きますよね。あれ飽きる。何回こんなことやんないと思う。そうそう。うん、僕もそのまあ都市で、まあ、シェアハウス入ってて毎晩は飲んだ騒ぎしとったんですよ。うん、分かる。ある年を境にもうええよなってなるんですよね。なる。なるんですよね。だったらやっぱり田舎とかで健全な生活して、うん、朝からめちゃくちゃ体動けて。うん空気うまいし、ね、働いた後ご飯うまいし、うん、水は清らかやから安心して水飲めるしみたいなね。でもそれやっぱ若いうちにそれ経験しといた方がいいっすよね。絶対僕はそれ経験してるから田舎がいいって思うけど、うん、絶対条件かもな。そうですね。だから比較ができないと、できない。なんかほんとここで育ってる方たちって東京行って多分そういう東京生活ライフスタイルを謳歌してると思うけれども、うん、躊躇なくやった方がいいと思うわ、うん1回ね。そう僕もそう思いますわ。1回都市に出た方がいい。出た方がいいと思うんですよ僕も。そうもう中途半端なことをするんやったら、うん、本当に思い切ってやった方がいいと思う。そうっすね。それをやると分かることがいっぱいあるよね。そういう意味でやった方がいいっす。やった方がいい。いろんなこと絶対やった方がいい。遊びもそうだし仕事もそうだし。そう私はそれサウナももちろん好きだけど、うん、もうそれはもうあくまでも温泉があるからって感じ。そうね、うん、僕も温泉なんだよね。サウナじゃなくて温泉なんですよね。ね僕も温泉はじゃあサウナ入らんすね。うん、あ本当入るけど僕全然入んないです。あ本当温泉ずっと使ってる。温泉があるから入るぐらい。あそうだから温泉だとどうしてもこうなんていうのかな気持ちいいんだけどなんていうのかなこう体をこう変えたいというかさ。あ分かる分かるでしょ。分かる。ちょっとなんかこう気持ちを変えようかな、ね、うん、そのためのサウナだと思ってる。私も中村さんタイプだわ。僕違うんですよね、うん、サウナって非現実世界なんですよ。暑いしな。ああいう90度100度の世界に存在しないです、うん、しないだから人間にとってあの世界は似てきたんじゃないの。いや元々そういう人。あそうなの。だからかるおかしい。まあ分かる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 。だから僕は結構人間的じゃないところに行かないんですよ。だから常識なんだそこも。なんで常識なんだ。そこも常識があるんだ。そうだから僕は理にかなっていうことしかやりたくないことで。だからあそっか。サウナはだから体に悪いんですよ僕にとって。できない本間君ね。温泉は肉体を休め。うん。サウナは脳を休めるって。あトリップってやつ。うん。みたいよ。それ聞いた時にちょっとサウナの回数増えたね。うん。
ああそう、うん、けど僕ねサウナ入ってる時って考えるのやめるじゃないですか。やめる。要は暑いとか、うんうん、そういう思考に埋め尽くされるじゃないですか、うんうん、それが嫌いなんですよ。だから僕は温泉に浸かってこう心地よい温度でずっとこうやって思考をなんかこう考えときたい、整理しておくのが好きなんです。だからせあの自分の思考を整理するために温泉に行くんですよ。でそういう人があれじゃない、田舎暮らしなんじゃないのやっぱり。ああそういうこと。ずっと考えられる自分がいるから、うん、その都会だとせっかくその考えたことをまあ言ってみたら惰性せないといけない、惰性的に。ああそうっすな。上司の方に言われてそれは少しは自由、自分のやり方はできるけど、うん、全部ができないじゃないですか。だからサウナ流行ってるんだ。そう、はいはいはい、それは確かに分かります。そうじゃないの。そうそう、頭つかなくていいし、なんかその上司に言われてもだからサウナ必要ないかもしれない。ない、全部自分で考えたいから。そうそうそう、実際やっちゃってるし、みたいな。ストレスフリーだから。そういう人が向いてるのかもしれない。確かに。やっぱ直感すごいですよね。直感力はみんな、うん、うん、うん、駒くんとかにもあると思うけど、多分ちょっと私の方が頭一個分あるかもしれない。いや、もう感性が僕と違うんだ。全然違うよね。あのね、僕は結構ね、普通のところだと思う。分かる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 。常識的な範囲だけ、常識以外常識外の常識があるからね。常識外のところで常識を作ってるから、うん、言語を超えてるよ。言語を超えてるからね。何言ってるのって感じ。たまにどういうことですかみたいな。それはね、ほんまくんだけじゃないんだ、みんな聞くんだ。その私にみんな怖く言うから、もう私もなんかそれに対してもう返すのが大変で。なんか俺さん一応 YouTube やってるんで概要欄にちょっとリンクがあったきます。杉原さんっていうね、あの私の一個上の相方なんですけど、その方からもう本間くんの動画が良すぎて、いやいや、それを言うと杉原さんとの関係がすごい険悪になってるんで、その険悪になった感じをぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、僕のチャンネルも登録よろしくお願いします。リッチが映ってると思うんで、高村さんとかね。そう、よかったよかった。無理やあります。待って、僕もあの迷い犬の動画がバズったんですけど、すごいよね。けど結構ね、あの要はコメントがめっちゃ来るんですけど、うん、なんか要はなんかなんだ、可愛いってコメントも、まあ、あったりするんですけど、なんかこう普通はまずは警察に届けたろうみたいな。あー出た。そういうのもあるんすよ。あるあるある。周りに探してほしかった、うん、親を探してほしかった、周りの近所を探してほしかった。届けてます。あの届けましたね。あの届けました。探してるし、ちゃんと全部やったんだよね。しかるべき手続きをした上でやってるんだ、うん、ですけど、なんかやっぱそういうなんか言いたい人もいるじゃないですか。いるんだね。あとやらせとかも。あー、針紙つけよ、針紙針紙つけよ。でも責任は問いません、この画像に責任は問いません。針紙つくわ、針紙。これだからこうなるんや。だから大阪みたいになるやね、こうなると。マジでもね、本間くんやね、本当民がね、あの本当に最初に戻るけど、本当にこの人と付き合いたいなって本当に素直に思ったのは、その猫の命を助けたっていうのが、そうそう。それではじゃあね、そこの場面をね、本当に的確に話するとね、その命がもう間もなく、助けられるか助けられないかの瀬戸際に来た時に警察に届けしますね。じゃあ西部総合事務所と保健所等に連絡します。してる間に弱っていくんだよ、うん、動物は全て。そう、弱っていくっていうことを抜きにした時間は果たして正論なのと思う、うん、弱っていくものを助けるために今やってるわけやから。そうだね、一番はその命をつなぐための行動が一番だよね、うん、で落ち着いてから警察で十分遅くない。そういうことって、あの皆さんがやっぱり常人であってほしいから余計気づいてほしいよね、うん、いい加減 ね、 そ、 うですね。そこまでいちいちこう掘り下げて物事言われるとな、うん、なんかな、なんかな、めんどくさいなって感じよ、ね、やで、私も張り紙せなあかんくなってなあ、ほんまに やで、この世の中がおかしくなるよ。焼きにしようか、なら焼き鳥持ってきますわ。じゃあ焼き鳥と焼き肉しましょう。うん、炭取り、炭とかそういうの用意するから。あれ、あともしかしてお兄さん焼き肉おしっこした。あれ、お前マーキングしたの。マーキングした。ウレション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 だ、ウレション。いや、多分よかったやん、ちょうどあの焼き鳥で買えられた。もういいよ。いいや、嬉しかったんだもんな、しょうがない。嬉しい嬉しい、ウレションやん、嬉しかった、しょうがないな、出ちゃったな、ウレション。
それを覚えさせるって相当な技術だね。うん、だからみんな言うのなんでそんなにおしっこができるんですか、うん、どうやったらおしっこしつけていいんですかって、うん、中村さんの声が選ばれた。怖い。測ってみる。